アルゴツです。皆さんは肌寒いなと感じた時に腕などに局所的に発疹が現れたことありませんか？これは寒冷じんましんという病気で、摩擦や日光などの物理的刺激によって発症するものなんです。私もその一人で、春先や秋口に昼間は暖かくても夕方以降に寒くなってくると腕に湿疹ができてきます。温度の浮き沈みですね。そんな時は1枚上着を羽織ることで対処してます。そうすることですぐに湿疹は跡形もなく消え去ります。世の中にはこういう病気もあるものなんですね。症状が重い方は気軽に皮膚科を受診するようにしましょう。以上、寒冷じんましんについてでした。それではまた明日。